先生方、おはようございます。はじめまして、タタと申します。ノボロン国立第一高校の日本語の教師です。日本語の教師になるには4つあります。1番目は、高校生たちに日本語と文化を紹介したいと思っています。2番目は、日本で勉強したい高校生や働きたい高校生に日本語と文化を教えたいと思っています。3番目は、高校生たちにどこでも楽しく日本語と文化を教えてほしいです。最後は、日本で学習方法や文化などを勉強したいと思っています。はい、以上です。ありがとうございます。バイバイ。